はい、どうもこんばんは、山本一六です。で、引き続きね、引き続きというか、まあ、今回が初かな、一応、見ていきたいかなって思うんですけど。あれ？こう音出てない、こいつ。あ、消えてるんだけど、これ。暗黒放送なんだけど。あ、ちょっと待って、あんこちゃん。何が大変なの？いや、なんか、やっぱほら、何やっが？ぱ私たちほら、美女だから、いや、やっ美女ぱ、で、あのな、もう、へったくら、お前、へっぽい男がさ、いや、だからね、気が狂ってやがる、初めから。なんか最初から、二人いるんだけど、これ。気が狂ってやがる。頭おかしいじゃねえの、こいつら。ここも何個も話題したらしいから、私全然何とも思わなくて入ったけどね。偉そうな物言い方しやがるから、ボケなすらアホんだろ、思うんだ、ボケなすらアホ。何代の友達だかわかるけども、やっぱ政治ってほら嫉妬な、嫉あんた、ちょっ妬とに対あれすよ。ちょっと、ボイスチェンジャーがちょっと今、バクってるわよ。ボイスチェンジャーバクってるわよ。誰か？そうそう、政治ね、ある毒かなアホタレがね、政治枠主をね、ネタにして、魚にしてせ、何枠も出たああ、の。どうも。で、何私、やっそたれか知どうらも。なかったのね、全然。お久しぶりでーす。全然、それ知らなかった。全然知らなかった。ああ、私え、のこ名れ前今が出て何る人いわ、っんての？言うから、何も別に悪いこと言うてはれへんし、ああ、そう、どこの政治枠とか言って言って実はね。姉子だもん。あいつ後でさ、見てたらさ、じゃあ喋りながら見てたら4枠ぐらいぐち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 、ずーっとぐち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 、こら、ドンペコらボケなさ、おめえ、こら、ひょっとことか。お前、そのぐらいのあれでな、お前、なんか、放送主にな、政治学のなんか、どったらどったら、リスナー来いとか、しょうもないタイトルつけるんじゃねえや、ほんだら。狂ってやがる、これ。どこの枠ってね、トンペイって言うてね、こいつね、ずっと何枠もね、政治枠のあれ、ネタにしてたらしいよ。でね、政治枠なんかね、あんた、ニコ生のね、あれやんか、ニコ生から言えばさ、ここのトップか、ニコ生から言えばさ、ちもうょっスーと、なんパーか調セン子悪いト？やよ、なんか。え？なんか、落ちスカたウトの？調子良くないみたいな。あ、落ちちゃった。誰が？私が。ああ、そういう時は、ニコ生のね、全体のス、あのスー、あのー、枠から言えばね、もう数パーセント。まあもうでもほんね、3もうパ見ーセたントさ、しほみら、たい私な。たちもほら、15年以上もやってるじゃない、政治系を。なんで私は15年もやってるの？やってないじゃん。まあ、い勝ろ手んにな言うこてとんあな、りますさ。わ。ほんでさ、そのね、数パーセントを満たない政治枠のね、政治枠の枠主を、なんかまあ、そんな、なんかネタがないか知らんけどさ、その枠主が産んだらかんだら言って、あんたは、魚のつまみにして、お前を切ったな、おっさんがさ、お前、ほんたらもっとあんた、ニコ生でニコ丸らしい、本来のニコ生らしいさ、ニコ生主おるやんけ。そいつをネタにして、あんた喋ったらええねん。ねえ、あれするやろ、ほんま。そいつをネタにしたらええやん。本来のニコ生主のその雑談枠のやつをネタにしてやったらええねん。で、それは要せんねやろ？でもね、みかんさんって結局ね、いじられやすいタイプなのいや、私はいじってなかったよ、全こ然。いつを攻み撃かしんましさょんうが、って。こいだつからです、私をめっいちゃじっ書ていなてかっるやたつ。の。それまでは、ペディオンさんとか、なんか他の人のことをどたらこたら言うてたみたいなわけ。どたらこたら言うてたみたい。私なんで、全トミ然。ヤさんお久しぶりです、本当。だから私はね、全然トンペイのね、探偵か、ド探偵か、狂ってやドがる。探偵かなんか知らんけど、あれ、ソニューさん寝てるの？ソニアさん、あんまりいやいや、聞いもてとまもす、と聞いて喋まれへんしやから。す。あなた、なんか、何かしながらやってるでしょ、いつも。いつもなんかあんまり喋れへんねいや、でもソニアさん、私、15年間ぶりですよね。あなた、今、今日の課題からね、ねえ、ちょっと、画面ちょっとが今日の課本当だ、題から小指にね、変わったんで、これあなた、何いきなり入ってきたんでしょ？で、今日の課題分かってるんでしょ？いや、だから、オッなんケー、か、Hey！ トンちゃん韓か。国からこリれ、貼りサまくってるものトンちゃん来らましいですた。ね。今日は、
違うの。じゃあね、みかんさんは太陽だから、政治放送。だから今日はね、韓国のリーさん、ちょっと待ってね。何が太陽じゃ、頭打ってんじゃねえのか、マジで。みかんさんがいると明るくなる。やっぱみかんさんは政治放送。今日はね、久しぶりにね、ヤフチャのね、太陽神。ヤフチャのね、怒鳴り声で やりましたわ。まだちょっと落としたぐらい。ちょっとおとなしく。ソニアさんもそう思うでしょ。ドスリュー来た、ドスリュー。ちょっとおとなしくしたぐらい。これドスリューが来た。ね、あれスカイプ落ちたな。パーッと明るくなるよね。なんかね。あれスカイプ落ちた。おい、みんなでこの、これ、こいつを許さないとかそういうコメントちょっとコピーして、嫌よにして、嫌よにしてみんなでこれ打とうぜ、これ。これ手伝ってよ、ほんと。俺も打つから。うちは何せんといてくれるか。俺も打つからさ、攻撃しろ、つって。それよりちょっとさ、ダンサーさんってまだ生きてるの？いや、あんたら二人とも落とすで。二人とも落とすよ。落とす落とす落とす。ごめんなさい、ごめん。みんなこいつを許さないとか、みかんさんすご素敵ですとか、コメント行きまくってこれ。じゃあ落とすで言うてんね。あ、お久しぶりです。あ、お久しぶりです。もう今日はね、リーさんね、私今ファビオン起こしてね、ファビオン。ファビオン。ファビオン、ファビオン起こしてんの。リーさんはあれなの、韓国系なの、朝鮮系なの。誰？あのラブタっていうと前あったじゃん。そう。あ、これリーさんは韓国の人ね。でこれ全員だ。リーさん、これ URL がわかんない。朝鮮学校の人だよね、この人。URL がわかんない。違うよ。あれ朝鮮学校卒業の人じゃなかったっけ？どっかの商社か会社に勤め、大企業に勤めてて、みんなで韓国のラビタは到底は働かれへんけど、バレたらもうバンだからこれ。バレたらバンだからバラさないでね。トンペイ焼きを荒らします。いや、あいつトンペイ焼きを荒らしますって、これ3枠ぐらいぼやいてだから、これいっぱい書こう、いっぱい書こう。トンペイ探偵団ヘタレ、これコッペでいいから。私がどなコミュニティの URL を3枠ぐらいずーっとぶつつえかす、黙っとけ、ちょっと俺が喋ってんだよ今。これね、あのコミュニティがね書いてあるやつをね全部貼り付けて、絶対うちアンチいるからさ、あのある程度は仕方ないから、もうバンになったらバンになったでもういいから、行きまくって。もう俺バン覚悟だから、もうこれこのね、みかんさんのために攻撃しますとかいうのをコピペしてバーって打って、これもうこれもうコピペ嫌よにしてダーって。あのロペさん、ほんで私に何やね、ニコ生のルール知らん。ルールなんかあるか、ニコ生にルールなんかあれへん。各部屋の主がルールさんの、ね、話を聞くとね。あ、これトンちゃんのね、トンちゃんのね、金槌で真ん中叩いたみたいな顔してたから、トンちゃんのコミュが入ってるやつ貼ってよ。トンちゃんのコミュが入ってるやつ。ほんでさ、部屋枠開く、次の枠の時ね、あんたそんな喋り方してたら次の枠私入れんよ、言ったら、あ、ミカさん分かりましたって言いながら枠開いた途端にテイブシフトです。ちゃがほんまなんや、あのヘタレっぷり。ほんで最後1位になった沢村さんとこやって突して選ばれてドスリーどうでもいいや、あいつ頭悪いからもみてすりやばい。ドスリーよりそんなこと言ったらチクられる。ドスリーよりバンにされる。まあ、そんだけ態度コロ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 かけて男として恥ずかしないか、ほんま。やったん、そんな態度やったらお前ね、お前ディスりだよな。これ見てもコメント全部これ。あのな、ほんまのな、あの相手をディスるぐらい、そう、トンちゃんのコメ、あの、その、この、起用するぐらいやったらな、誰が、うるさい。これコメントね、あの、コピペでいいか。もういっぱい打って、これ。でけ？これ、いつ気づくかな、これ。コミが24しか言ってない？え？ちょっとごめんね、あの、ぼやいてたのにね。すごいと思うのは、本当商業高校しか出てないのにこんだけ話せるってすごいと思うよ。あれこのラビナの悪癖はさ、あのバレてもいいんだよ、ね、うん、あの何人も私の情報を知らんのにね、嘘をね100。そうだ、トンちゃんいい作戦があるんだけど、トンちゃん、トンちゃんいるかな。めっちゃいい作戦、めっちゃいい作戦思いついたんだけど、コミュニティ貼ったじゃん、あいつバンにできるよ。嵐誘導っていうことでバンにしてしまえ。もしもし。もしもし。トンちゃん、いい方法がある。これコミュ貼ったから、このコミュを嵐誘導でバンにしよう、こいつ。もうやってます。マジっすか。
最高ですわ、もうこれ。こんなん言うと自分がバンになるって完璧じゃないですか。コミを争おうとして誘導している、放送していますって映像プラス音声で今通報の方言いましたんで、いいですねこれ、これバンになりますね。皆さんも通報の方してもらえたら、いいですね。なので僕今日ミラーしなかったんですよ。ミラーしてこう、もう上等でいきますこれ。そう、流しときますねこれ。あ、とんちゃんのにも 音流れるようにした方がいいですかこれ、相手側の。あ、僕落ちてリスナーサイドに行きます。了解です。じゃあ、ま、途中でバンになったら面白いですね。トンペ団のコミュを爆破します。はい、無断ミラー禁止です。ニゴ生に通報します。はい、はい。嵐誘導なんかありました。え、いやこのね、なんかトンペ探偵団っていう探偵がなしなんよ。今日初めて知ったんですけど、放送やってないけども。え、放送やってないよ。放送してない。うん、ビビって弱ってるわからへん。来い来いこらボケなすからほう。トンペかトンペやったらなしちゃんけど、どんだけ下手なんだよ。じゃあママじゃなくてね、こいつね、何が腹立ついたらね、大体そもそもこれ打って、これ自分のあのそのまあ知識とか、お祭りお祭り、これ自分のすごいスピードでこれ言ってるね。これ自分の話術とかであの枠の放送したらいいけどね、人のさ、あの人のさ政治枠ね、これみんなコピペ頑張れ、あのそのあのニコ生のあのニコ生の政治って言ったら聞いてるんですよ。頑張れ頑張れ。あんま知らないけどね、あのタンタンからもう政治枠言ったら本当に数パーセントですよと。これすごいぞ。でもニコ生全体から言えばね、私やミカさんみたいになコピペコピペその少ない数パーセントたったのもうもうニコ生全体の放送枠から言えばもうビビっちゃ喜んでるんじゃないこれね。枠の放送のあの主を、ね、ネタにして頑張ってんだってるこれ。くれディスになってアホブドラドラしたらばほんとらボケなすこれ。山本伊沢くんもくるってよ、やめてよマジで。せよな、普通の大手と怖いからなんてやっとんやろボケなす。コメントリスナーの中なんかえらいことやってるけど、みんな叩きみんな頑張れ。コンペのとこあのあんまり行くとね、あのあれなんかみんな頑張れこれ。コンペって言うと私の中でもやっぱりちょっとイソロックを許すなんて書かないでこれ。コンペ探偵内でな、探偵でもなんでもないな。やめてドスリュー。おいドスリューじゃねえかこれ本当に。ピーみたいな。これ調子乗りやがって。お互いに争うように。いや、たけつけてないよ。もう勝負終わったもん。あ、そうな。勝負はあの終わって、私は別にあの何もね、ただあの話ができるだけって言うから、まだまだまだいける。あの穏やかな感じでもっといこう。一般のニコ生主ってみんな紳士やからね、そんな感じでパーッと入って。だってさ、私とミカさんなんかさ喧嘩してるけど、10年来喧嘩してるけどこんな仲いいもんね。いや、だってこれどっちか言うと、うん、相手美味しいっしょこれ。なんか私の一番嫌いなタメ口でさ、なんかいけいけ、もっといけ。じゃあ、スカイプで、で、スカイプのあの、みかんの心の毛が抜けて、本来ミスやとか、自分がミスといてないぜって、しょうもない、毛がちょっと抜けたをミスとか、ミスちゃうとかで、めめし、自分が、そっから3枠、4枠。いる人、ぜひ、これ、みかん何回連発したの？でも1個でいいから、これ。みかんは、みかんは、みかんは、みかん。この人となんかありました。ありましたよ。早い早いこれ。あのね、トンペ焼きっていうアホがいましてね。トンペ焼きってアホがいまして。頑張れ頑張れ。トンペ焼きという調子こきがあのニコ生の雑談部屋にいまして。ずっと流れてる。でこれなんか知らんけどね。神回じゃないこれ。今日分かった話が聞いたところによると、私後で分かった。すごいなこれ。マジで。なんか何枠か放送の政治枠の生主を結局そうネタにしてね。リスナーからあれやらこれやらって言って、まあ、ある人物捕まえて、お祭りお祭り、これもう私なんかもう若干8月からやったから、そんなもう話題に入れんようなビビたるジャコでございますよ。一言一言聞くれできるっすって。私はジャコでございますけど、撃たれまだいける。いや、私は撃たれてないね。寝て撃たれてる人は言いまして、有名な人はね、ね、可愛くてやっぱ大阪の。いやいや、あの米火立ち上げてるよ、やっぱ出るくよ。だからうるさい、米ビュー立ち上げてるよこれ。あの米ビューを移してあれしてるから。もっといけ、もっともっといけ。
邪魔みたいなもんですわね。だからタイとイワシとかいろいろありまして、私は邪魔みたいな。でこれがニコ生だって。まあ、話で、で、やばいぐらい流れてる。全然ディスってて知らんかったんよ。ほんでタイトルも知らんかった。通報1回でいいよ。本人は自分はディスってるつもりやから、いきなり喧嘩対策。うるさい。本人があの通報しないと意味ないんで、本人が通報したら一発なんでね。どんどん行こう。これ、マジですごいな。見てください。私のタイムシフト残ってますので、ほんであいつがあんまり態度悪いからさ、私は無事切れた。ミカさんのすごくいいところってさ、やっぱりさ、その日常会話の中に無事切れましたよ、あいつ。ええものをね、ほらトンペ焼き、ほらトンペ、トンペ探偵団が、ね、何やってないの。ミカさんのいいところっていうのをね、もうどこのトンペ焼きや。これすごいな、マジで。トンペっていう人と俺知り合いみたいなんだけどね。トンペ？ここにいるとね、本当に。あのトンペってあのカメレオンみたいなやつやな。面白いこれ。カメレオンみたいなやつですか？本当にね。なんでこっちに貼るんだよ、もうなんか。井戸端会議。違うやん。トンペってカメレオンみたいですか？その日あなたが知ってるあのカメレオンはどんな色でした？疲れた。私の今日のカメレオンはね。調子こいてね、はじめ青で、はじめ赤でね、あと真っ青になってましたけどね。またソニアさん、あのさ、今はさ、はいはい、ぜひ。ね、ほんと。うん、だいたいみんな、次さ、お上品やねんけどね、お上品は。一気に、うち見てる人は、みかんディスに変える。みかんさんのために攻撃します、URL 省略。ちょっとみかんディスに変えよう、これ、このコメントを。弾幕をさ、みかんディスに変えよう、いきなり。みかんは面白そう、うん、一気に変えてみて、これわらわら。みかんはきちって。頭悪いって書いてこっか。これ、出てるかな、ちゃんと。あ、NG になった。な、何好きやろ。あ、ほんでからのワヌーバさんも好きやし。みかん死ねって言っとけばいいや。もうみかん死ねでいいわ。みかん頭悪い。だから、私のどこが頭悪いか具体的に説明して。これどんどん、今度、こっちこっち。私のどこが頭悪いか。これ、あ、やばい、止まった。ミラーしてんの、俺の名前出てるとこ止まった。学会誌で名前出てんだけど。これディスに一気に変えていこう。でもね、あの噂のドスリュー出てきた。ドスリュー、ドスリュー出てきたわ。ドスリューって、まあ名前がまたこうクス、あれやな、ドスリューって私な、あれよ、ヤフチャでね。あれよ、煽りのカメラがめっちゃ見てるから。まあね、こんなぐらい人間になってきたね、ほんと。だから、初めはトンペやっつけろ、で、次は私のデスリね。あ、サデスト、ドス、デュー。バカだ、名前がくっさいわ。これ面白いな、おっ。私、頭悪い。ありがとう。あ、ちゃんとトンちゃんのコミを貼るの忘れないでね。頭悪いと思わないですよ。じゃあ私それはね、みかんのを一面でしか見てないから違うやな、今度ほんまにせんでもええやんか。これね、頭悪いって、その一言しか書かれへん、あれで頭悪いってわかるわな。やっぱりね、長い付き合いをしてるのってわかるんですけど。なんじゃこれ、ほんとにその学歴と頭と関係ない。このじゃあ、このラピダはもう、あれやんか、結局ね、ディスるのね、これが芸なのよ。頑張れ頑張れ。ディスるのなくなったらもう何もないね、取り柄がないのよ。だから私を商業高校として、ほんでかかしを医者やったらね、ディスるときはもうなんかもういっぱい出てくるのよ。もう放送用語禁止ばっかり出てくるのよ。これやばいな。一体さ、どこまで出てんの。大学出てんの。何が。私は一応親に大学は出させていただきました。大学出てんの。ダビダ言うだろうか、恥なめ。結局ね、うん、どこだよ。出てよ、ちゃうねん。もうね、これね、もう何年かかって10年以上勉強しても結局司法試験通らなかったよ。ダビダ触れたらあかん。わ、めっちゃ来た。もう禁止やね、それ。あ、これスカイプチャンネル晒されたわ。かけてみましょう。
あれ、出るやこいつ、マジで、お前。こら。お前がコンタクト追加送ってきたんだろ。もしもし、何ですか？おい翔平、こら。めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。お前、出ろや。出ろや、こら、ほんとに。翔平、てめえ。もう終わった。次、次、次かけよう。面白いネタこれ。スカイプチャンネルさらされました。もしもし。もしもし。まずは新鮮印刷の野口英世。もしもーし。もしもーし。なんですかね。あ、ちょっと続けてこれみかん頭悪いのコピペ忘れないで。ちょっとこれもうなんだよお前切んねえこれ。これ。こっち、こっち止めないで、止めないで。向こう止まってる。出ないじゃない、もう。一人くらい面白そうなやついないかな。てか、まあ、こいつらはもういいわ。とりあえず。とりあえず放置でいいか。うわぁ、いけいけ、もっと撃て。これ、俺の方のはどっちでもいいわ。これもうスカイプチャンネルはもういいわ。いけいけ、もっといけ。レベルが足りないぞこれじゃあ。まだもうめっちゃいっぱい来た。よし、まあそれは別にいいんだよこれ。よし、ちょっと落ちた後にまた。いや、いいね、私落ちるから、あなたいてよ。あ、おめえいいから。うん、ちょっと、じゃあちょっと失礼します。はい。うん、なんかさ、2ちゃんのどっかで拾ってきたようなこと書いてるね。誰が？メインのコメ。うん、メ、これ同じコメント誰のに、なんかみんなわざわざ。大和コンの女とかって、これってさ、2ちゃんに書いてることだったよね、確か。どこ？どれ？大和コンの女の動画を見ながらとかって、こういうの確か2ちゃんに書いてたことだよね。あ、ほんなら、これってそちらソースで2ちゃんなのかな。うん、まあ、ええやん。これ、コメ日上がっていうことやないの。頑張ったらどうですか。アクティブすごく待ってる。アクティブ上がらせてるよ。じゃあ、ミカさん頑張って。みんな頑張れ、せいこうねって感じです。ミカさん頑張ってね。トンペ焼きが頑張ってるみたいね。はい、ペタコの顔見て。はい、お疲れ様でした。トンペ焼きが頑張ってるみたい。はい、トンペ、ほら、トンペ、ヘッポコ事務所。探偵ヘッポコ事務所。いや、頑張ってる僕なんですけどね。3枠も、みかんがみかんがみかんが。おい、誰だよバーカって書いてあるやつ。お前ちょっと流れたじゃねえか。そうそう、ヤマトコンの話が出るのがすごい懐かしいと思った。ヤマトコンの草みたいに、ね、山本一六のバーカっつって。なんで俺のこれ今度やろうかな。ニコ生のな、一般枠で一番ネチのクソったれで一万円どうする。次今はヘタロ男、こっちに行ってヘタロ男、今からかけていくか。トンペ焼きぺったんこナンバーワン。これ何に来ればいいんだけどね。何にもう届くでいいじゃん。なんか文句あんだったらナンバーワン、ナンバーワン、トンペ焼き、トンペ焼き、取り込み中にしとこ。ここの相手のコミュニティに行って張りまくって。コピペコピペ。これ何時間、はい、何時間やるんでしょう皆さん。多分30分とか1時間で終わるでしょう、この弾幕も。弾幕すごいよね。3時間4時間弾幕やったらすごいけど。弾幕やってくれたらな。私はこれビンと勝手に流れてたよね。アクティブすごい上がるよ。まだこの放送ってやってたよ。文章がないから、もっともっと短く、もっともっと頑張れ。チクラテビに上がったらすごい話だよね。ヘイカメラン、ヘイカメラン、いや、でも飽きたな、そろそろ。すごいな。次何する？なんかさ、昔の石川のりゆけとかあのくらいの弾幕。トンペ焼きはあらさんでもいいよ。持ったないから。アクティブ上げんでもいいから。あんなとこ。私がディスってる時でもあれなんか。これしようか。あれ、プレアカがポンポンポンも入ってたからね。あんなとこ米爆破させた方がいいから。いや。次これいってみよう。なんだ、政治やんだ、政治枠なんか。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。次は、だんだん、これ貼ろう。みかんさんファンですって。ちょっと待ってね。これでいこう。ミクシー張り回ろう。
次ミクシーの方向でこれでいきましょう。これでいこう。これどんどんいきます。次一般枠でディスるよ。要するにさ、誰や一般枠言うたら、一般枠で有名な行けへんから分からへんわ。これこれ次。この間あった、うなちゃんマンはニコ生おれへんのか。うなちゃんマンとかさ、もっとなんかいろいろあるやろ、ディスの。それをディスるよ。それの、なんかアンケート取れよ。その政治枠のアンケート取っても、数パーセントでやな、私が聞いた話やばいで。いやもう政治枠で100行く人おれへんねんで、政治枠で100は無理やねんで、行く人おれへんねんで、そんな100行けへんようなな、あの枠のな、あの配信枠のとこをな、ネタにしてた、カタラ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 、ほんまにな、すごいすごいこれ、くだらへんねん、このトンペ焼き、この探偵団、これ、クソ探偵団事務所、もう閉めろ、すぐ、閉めろ、閉めろ、ほんま、すぐ閉めろ。でその探偵団のとこもね、あんまちょっと知らんから、ちょっとどこや、探偵団。という、みかんとかいう女生まれ人の凸の内容2。なんとかっていう、女生まれ人凸の内容、ブツブツブツ、トンペ焼き。で、政治枠リスナーさっさと来い、政治枠人物評価5、お前らちょっと慰めろよ、おい、こら。慰められなったら、もう飽きてきたね。もう帰ろうか。撤収、撤収、もう撤収、飽きた。もうバレたし飽きたから撤収、撤収、この枠終わるんで撤収で、撤収でお願いします。一ついいですよ。え、もう二度と政治は来るなんて、あなたが決めることじゃない、それ僕の自由ですからね。撤収、あ、見たい、はい、うん、ちょっと見たい人ちょっと向こう行ってみて。了解。ワヌーバさん見てたんすか。なかなかやるじゃないですか。誰も気づかずにさコメントあっても読めないっつってさ。いやでも面白かったっしょ。困るんだよ今回みたいな。モラハラ、モラハラって何ですか。あ、モラハラじゃないですよ。向こうが嫌がらせしてきたっていう内容が先ですからね。スカイプ ID 間違って打ってたのに逆切れして突に来たっていうのが今回の始まりですから。モラハラって言ったら向こうからモラハラしてきてるわけじゃないですか。あ、送ってる。いやスカちゃんさらされててさ、ちょっと出るわ女。この人かな。つまらん。はいはい、もしもし。はい、何でしょう。うん、あ、さっきみかんっていう人にも枠に合ってた、リーティーとなんですけど、はいはい、見てました、見てました。あ、見てました。あの、何のことなのかよくわかんないんで、うん、なんかありました。嘘あったんですよ。なんか知り合いの、うん、嵐誘導だからもう通報したら番になるぜ、なりますけど、もうそれ覚悟でやってますんで、別にいいんですよ、それは、うちは。いや、知り合いのところに行って、あの、凸に行くときに、あの、いや、もなかさん、もうそれいいから、凸に来てね。うん、あの、ほんで自分のスカイプ ID を間違って打ってたのを逆切れして文句言いまくりでわーわー言って帰っていったんで、あの、それはひどいなと思って今回みたいなことをしたんです。あのみかんって人が自分の ID を、ね、自分の ID を、あの、トンペイさんっていう方がスカイプ ID をはじめに貼られてたんですけど、そこにコンタクトを生かせずに、そトンペイって人とコンタクトがうまくいかなくてそれで怒ったってわけ。あ、コンタクトがうまくいかなかったのが、みかんさんのミスだったんですよ。スカイプ ID。それでみかんさんが逆切れして突に来たから、お前どういうこっちゃねんっていう話で怒ったら、それに対しても逆噛みついてきて、今回みたいなことになったんですよ。事件化になったんだわけ。そうですね、それで。で、トラブルになったから、まあ今回も向こう側のブロックして通話に出ないっていうことだったんで、こういうことさせてもらったんです。あ、そうなんだ。僕も言うてみた、部外者と部外者。